エアコンの設置を実現いたしました。大月、大月、大月良一でございます。街頭演説の様子を撮影させていただければと思います。はい、すみません、ありがとう、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当に大したことないんですけど、いえいえ、そんなのとんでもないです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。頂戴いたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。これからも安全な街づくりに取り組んでまいります。大月丈一でございます。頂戴いたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。こんにちは、地元の振り返り大八木さん、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。ありがとうございます。南雲さん、いつも東京の清掃、本当に素晴らしいです。ありがとうございます。いつもいつもだポスターも本当にありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。スーパーちかさ周辺の皆様、こんにちは。地元の杉並区議会議員、大月丈一でございます。大月丈一でございます。ありがとうございます。本日はこちらの場所をお借りいたしまして、私大月丈一、この区議会議員選挙の街頭演説をさせていただきます。しばらくマイクを使わせていただきますが、何卒よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。いよいよ選挙戦もあと3日となりました。この選挙は大変に大事な選挙です。昨年区長が変わりましたけど、この議会というのは半分の責任が区長、半分の責任が議員です。そしてこのコロナの3年、まさかのロシアのウクライナ侵攻、もう生活物価が上がって大変です。この時の舵取り、どうやって進めていくのか、公明党がさまざまな勢力の方々とも調整をして、安定した政治、今は本当に安定した政治が大事です。対話ができる政治が大事です。それが公明党だと思います。私大月丈一、その公明党でしっかりと皆様のご支援を受けながら、杉並の福祉、杉並の経済、杉並のさまざまな生活を守るために、何とぞ今回の区議会議員選挙、大月を押し上げていただければと思います。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。ありがとうございます。それではこれからこの商店街を回らせていただきます。よろしくお願いします。あ、ちゃんと聞いてください。はい、ありがとうございます。また区民投票をいただきました。これからもお一人の困った時の頼れる味方、ありがとうございます。失礼します。大月丈一でございます。ありがとうございます。